フェリペ・ハビアー・バスケスは、ベネズエラ・ヤラクイ州産フェリペ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2018年4月まで本名をフェリペ・リベロとしていた。2008年7月30日にタンパベイ・レイズと契約してプロ入り。2009年に参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・レイズでプロデビュー。 16試合に登板して6勝4敗1セーブ、防御率3.74、25奪三振を記録した。2010年もルーキー級、ベネズエランサマーリーグでプレーし、14試合に登板して3勝3敗2セーブ、防御率2.09、44奪三振を記録した。2011年からは渡米し、この年はアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズでプレーした。 14試合に登板して3勝3敗、防御率4.62、57奪三振を記録した。2012年は A 級ボーリンググリーンホットロッズでプレーし、27試合に登板して8勝8敗、防御率3.41、98奪三振を記録した。同年のオールスターフューチャーズゲームに選出された。オフの11月20日に40人ワーク入りを果たした。 2013年は AQ シャーロットストーンクラブズでプレーし25試合に登板して9勝7敗防御率3.4091奪三振を記録したワシントンナショナルズ時代2014年2月13日にネイサン・カーンズとのトレードでホセロ・バトンドリュー・ベッテルソンと共にワシントンナショナルズへ移籍した2014年は 参加の AA 級ハリスバーグセネターズで開幕を迎えたが、調整のために一時的にルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズと A 級、ヘーガーズタウンサンズに降格となった。3球団合計で14試合に先発登板して2勝7敗、防御率3.35、50奪三振を記録した。2015年は開幕をトリプル A 級シラキュースチーフスで迎えた。月日に、 メジャー初昇格を果たし、翌17日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。この年はルーキーながら49試合でマウンドに上り、防御率2.79、ホイップ0.95という好成績をマーク。抑えで投げる機会もあって2セーブを挙げ、新人らしからぬピッチングでブルペンの一角を支えた。2016年はリリーフ陣の主力の一人として起用され、 チームを出るまでに47試合に登板。ただ、0勝3敗1セーブ、防御率4.53、ホイップ1.17という成績で、防御率が上がって敗戦が先行した。なお、49.2イニングで53奪三振を記録して、狙って、三振を取れる能力を見せた。2016年7月30日に、 マーク・マランソンとのトレードで、テイラー・ハーンと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。パイレーツ加入後は28試合に、リリーフ登板して1勝3敗、防御率3.29、ホイップ1.50を記録。移籍前に、ナショナルズで花開いた、三振脱出能力では、脱三振率12.8をマークしたが、他方で支給を出す頻度も、急激に高まって、 吉し率5.9を記録した。また、ナショナルズとの合算成績は、リーグ8位イの75試合のリリーフ登板で、防御率4.091勝6敗1セーブホイップ1.29、吉し率3.9、脱三振率10.8という内容だった。2017年は中継ぎとして素晴らしい成績を収め、シーズン途中からクローザーを任された。 オールスターにも初選出された。73試合登板で5勝3敗21セーブ、防御率1.67、ホイップ0.89と自己最高の成績を挙げた。2018年1月17日、2021年までの4年、総額2200万ドルで契約延長した。2018年シーズン開幕直後の4月10日、登録名ではなく、 本名をフェリペ・バスケスに改名したと報道された。バスケスは姉であるプレシュラのせいだという。その際に僕の名前が入ったものを買ってくれたすべてのファンに謝りたいとも語っている。この年は70試合に登板して防御率2.7037セーブの高成績だった。2019年4月7日のシンシナティレッツ戦で乱闘に参加し退場処分を受けた。 前半戦を2勝1敗20セーブ、防御率2.11で折り返し、オールスターに大替選出された。後半戦も、圧巻の成績を残していたが、9月10日に、クラブハウスで同僚の回路クリックと喧嘩になり、クリックは、右手人差し指を負傷して、シーズンを終える手術を受けた。同17日には、未成年者との引行容疑で逮捕されたことが、 MLB 公式サイトにより報じられた。この年は56試合に登板して、防御率1.65の28セーブ、高成績だった。逮捕以降は制限リストに登録されたことにより、試合には出場できない。ありがとうございます。